てるもんね、多分ね、空港まで誰かが往復するやんね、1台借りてね。だから俺が全部計画するわけやん。よし、それもね、見といて、まあ、この4人は多分絶対絶対行くやん。仕事次第また旦那置いていくやろ。7月やろ、今回。今回7月の、3連休のところの、俺は前の日から、休みの前日から、前日から。私も別人。後から男子が結局そう、後から来るんなら来いみたいな。でも連休の前なら連休で、だからこれが7月の12、13、14、15で、うん、うちは12日に行って16日に帰る、うん、そしたら多分飛行機、落葉してるのかな、してないような気がするけどね。全部だ。
Thank you.
お疲れ様でした。またブログでね。バイバイ。気をつけてねみんな。クランクアップ クランプアップです。クランクアップ。クランクアップ。花束。花束ない。花束がない。八甲田は酸ヶ湯周辺が紅葉の見頃を迎えています。秋晴れとなった今日、空からの絶景をお楽しみください。標高およそ900メートル酸ヶ湯周辺の木々は日に日に色づきを増し、やっと見頃を迎えました。今ちょうど見頃になってきてます。例年に比べると少し遅めですね。例年ですと10月の10日前後に紅葉する時が多いんですよ。火山活動の名残、地獄沼です。ブナやカエデなどの広葉樹が赤や黄色に染まり、立ち上る湯気が幻想的な雰囲気を演出しています。多くの観光客が深まる秋を写真に収めていました。紅葉こんなに黄色が鮮やかの九州ではないので、山一つが黄色がすごくってすごく感動してます。ありがとうございました。ありがとうございました。